世界で一番美しく飛ぶと言われているジャンパー船木和喜。勝つために誰よりも遠く、誰よりも美しく、パーフェクトジャンプで新しい歴史を作る。その船木の美しいジャンプを支えているものは、船木のトレードマークは金色になびく襟足の髪の毛。これ使わないと。性格は負けず嫌い。分かってたよね。恵まれた身体能力と運動神経で、あの美しいジャンプを生み出す。そんな船木の素質を見出し育て上げたのは、レイクプラシッドオリンピック銀メダルの八木弘和コーチである。そうですね、磨けば光るという、ね、確信はありましたけど。1975年、船木は北海道余市町で生まれた。小学校5年の時ジャンプを始め、中学3年で全国大会優勝をするなど、次第に頭角を現す。高校はジャンプの名門小樽北翔高校に入学。ここで高校の先輩でもある八木コーチと出会った。卒業後、船木は八木コーチのいるデサントに入社した。八木さんっていう人は厳しい人ですから、練習量も他のチームよりはすごい多いんですよね。さあ、あとは筋力がついて、お父様に余分な動きがなくて、ちゃんとランディングできるようになる。私今日何本か入れてたんですけど。そうか。八木コーチの指導を受け始めた船木。社会人1年目から4年後長野オリンピックが行われる白馬で、他の選手の何倍もの練習を積んだ。ありゃー、オーケー。おー、人前では同じトレーニングしかしませんけれども、それ以外のことっていうのは隠れてあの子トレーニングする子なんですよね。そういう選手って僕好きなんですよ、比較的。そして船木の才能は一気に花開いた。ワールドカップ初出場で初優勝という鮮烈なデビューを飾ると、昨シーズンは日本人最多のシーズン4勝をマーク。世界のトップジャンパーの仲間入りを果たした。ところがオリンピックを目前に控えた今シーズン前半、船木は一度も表彰台の上に立つことができなかった。飛び出す前のアプローチに微妙なズレが生じていたのだ。どうすれば治るのか、その答えがなかなか見つからない。3勝を挙げ絶好調宣言の原田とはあまりにも対照的だった。クリスマスだけの短い休暇、船木はいつもと違っていた。帰国した時にですね、まずスキーを持って帰ってきたんですよ。であと調子のいい選手ってみんなスキーをヨーロッパに置いてきましたから、そういう部分では飛びたいという気持ちが相当あってたんだと思うんですね。クリスマスイブの大倉山、船木はアプローチの悩みを解決できないまま八木コーチのもとへやってきた。本当は今日休めっていう感じで着いた時は言ってたんですけど、はい、やっぱり試したいことあったんで。船木を長い間ずっと見つめてきた八木コーチと共に修正するポイントを探す。何本かやるとそれで治るから。原因は何か、何本も飛びながらあらゆるポイントをチェックする。目線ですか。目線が下がってくるからね、頭が上げきれないから手が下がってくるのね、はい、頭がもう少し上がってくると。アプローチの時目線が近くにあると飛び出しのタイミングが遅れてしまうのだ。八木コーチにしかわからない微妙な違い。狂ったといっても1センチとかそのぐらいですよ。でもわずか1センチで変わる。遠くに見るのでちょっとまだ下半身こういう動きになってる。わずか1センチずれた目線の違いを取り戻すため、この日船木は納得できるまで飛び続けた。この奥倉山で
さっきこう手応えありっておっしゃってたんですけど、どのぐらいの順位をと言いますか。やっぱりあの一番高いところに登るように、できるだけとかそういうのじゃなくて、もう登りたいんで、もう頑張るだけです。そして迎えた伝統のジャンプ週間。わずか1センチの目線のズレを取り戻した船木。今シーズン初勝利を挙げると、続く元旦の2戦目も優勝。この大舞台で八木コーチとの修正が実を結んだ。もう迷いはなし。確かな手応えをつかんだ。独特の低い飛行曲線で K 点を越え、テレマークも完璧に決めた。4連勝こそ逃したが、日本人初のジャンプ週間総合優勝の栄誉を手にした。完全に自分本来のジャンプを取り戻した船木は、さらにワールドカップの転戦を続けた。フライング選手権、200m を超える大ジャンプ。しかも船木はテレマークを入れた。2日間の大会で全てのジャンプが飛型点満点のパーフェクト。この時ドイツの英雄トーマがこう言ったという。俺にテレマークを教えてくれ。クリスマスイブの大倉山、八木コーチと見つけた1センチはとても大きな1センチだった。世界で誰も真似のできない完璧なジャンプを完成させて、船木が次に見つめるものは。さあ船木です。風がないです。少し風が止んだ。ラージでラージで 91.6 キロのスピード。